これは政党の多様な主張を認めながら脱原発を実現する選挙戦略、究極の選挙互助会です。それはどこが悪いということなんですけれども、原発推進議員 のリストということで一応10番までこの間並べました。なんか順番がいろいろ飛んでるんですけど、一番右の下の方に1位がいます。神奈川県にいるんですけど、甘利明。そして左の上の方に飛んでるのが、細田博之、島根の一区ですね。そして、3番が、ちょっとまた左下の方にいますけど、田中慶秀、これも、神奈川。日本 そのエネルギーはですね、風力と太陽光だけでも 50% 賄えるっていうか、賄うことはもう十分できるので、もっとできるんですけど、とりあえずそれだけやろうということで、そこにお金を投下するということなんですけど、そこにお金を投下すると、風力発電だと大体、6万2500本、提案する段階なんですけれども、脱原発 の大合流として候補者政党に一大脱原発の集まりを作ってくれということが、呼びかけて実現してきて、また脱原発通信部によって候補者の人たちが誰が脱原発なのかということをアンケートを行ってきました。有権者に対しては選挙に行こうキャンペーンということと、通信部の結果による 誰に投票すればいいのかということを見せてきました。